俺の名前は矢崎敦史、38歳。2年前に結婚した6歳年下の妻奏と2人暮らしだ。俺たちの間にはまだ子供はいないが、それなりに仲良く暮らしていた。しかしこのところ奏の様子が妙におかしい。これはそう思っていた矢先の出来事だ。なんだか変だ、いつもと違う。そう思うことは人間誰しも経験したことがあると思う。そしてその変といういつもと違う感覚は案外当たっていたりするものだ。仕事から自宅に帰宅した俺もうちの雰囲気になんだか変だと違和感を覚えた。そして家に入った瞬間、それは確信へと変わった。何この靴、誰？玄関先に置いてあったのは妻が履いているいつもの靴に寄り添うように並んでいた知らない男物の靴。誰かお客さんでも来てるのかな。でもリビングに誰かがいる様子はないし、電気も消えてる。一体これはどういう。その時だった。てよ、ちょっとおかしいだろ。なんだからさ、途切れ途切れに聞こえてくる男女の声。女の声は紛れもなく俺の妻奏の声だった。その声が聞こえてくるのは俺たち夫婦の寝室。俺は嫌な予感がしつつも恐る恐る寝室のドアを開けた。するとそこに広がっていたのはとんでもない光景だったのだ。何やってるの、その人誰。俺が目にしたのは服を脱ぎかけている奏が知らない男とベッドの上でイチャついている姿だった。これはどこをどう見たって完全に浮気の真っ最中。普通ならそんな時に夫が帰宅してきたら悲鳴の一つでもあげるだろう。しかし奏は違った。なんで帰ってきたの、いつもならこの時間には帰ってこないのに。俺と目を合わせたまま冷たくそう言い放った。どうやら俺が現れたことに全く焦っていないようだった。へえ、こいつが奏の旦那。話に聞いてた通り弱そうな男だな。そりゃ浮気に走りたくもなるのも無理はない。すると今度はマオトカがそう言いながら俺に舐めるような視線を送った。聞いていたって何を。あんたに関してのことだよ。あんた相当なろくでなしなんだって。奏が俺と関係を持ったのはあんたのせいだぞ。え、それは一体どういう。ほら旦那が聞いてるぞ、自分で答えてやれよ奏。すると奏は俺をギロッと睨んでこう言った。結婚してからも毎日仕事仕事で家にいることなんてめったになかったよね。私のことなんてどうでもよかったんでしょ。何を言って。近所の夫婦はみんな休みになると家族全員で遊びに行くのに、私はいつも留守番で、出かけるのだってパートやスーパーに行くときだけ。もう何のために結婚したのかわからない。そんな生活に嫌気がさしたのよ。そう言って手で顔を覆った。確かに俺の仕事は土日平日関係なく、この日が休みの日だと決まっていない。しかしそれは結婚する前にも説明した話だった。俺は土日休みじゃないし、休みが不定期なんだ。休みの日に呼ばれる可能性だってある。だから奏にも寂しい思いをさせちゃうかもしれないし。何言ってるの、私はそんなの気にしないよ奏。なるべく寂しい思いをさせないように頑張るから。お仕事なんだから仕方ないじゃん。一緒に暮らせることだけでも幸せだから大丈夫だよ。私は寂しいからって浮気するような女じゃないから、信じて。結婚前はそう心強い言葉をかけてくれた奏だが、結婚して考えが変わったようだ。それは前も説明したよな。俺の仕事はそういう勤務形態なんだって。それを構わないって言ってくれたのに、なんでそんな。その時は大丈夫だと思った。だけど想像と現実は違ったの。それで寂しかったからこの浮気相手と関係を持ったの。そうよ、全部あんたのせいなんだから。そんな。すると
俺たちの会話を黙って聞いていた真男がニヤつきながら俺にこう迫った。そういうわけだから、あんたには慰謝料500万円を払ってもらう。え？慰謝料って、なんで俺が慰謝料払うことに。奏が浮気をしたのは、お前がなるべく寂しい思いをさせないっていう約束を破ったからだ。これは立派な詐欺だろ。奏に寂しい思いをさせて、浮気させた慰謝料、そして約束を破った慰謝料、合わせて500万。今すぐ俺たちに持ってこい。浮気をされた被害者が慰謝料を支払うなんて、いくらなんでも常識外れな言い分だ。何を意味のわからないことを。慰謝料を支払うのは浮気をしたそっちの方だよね。浮気された俺が慰謝料を支払うなんて、そんなことするわけが。そう言いかけた時だった。うっ、不意をつかれ真男に思いっきり顔面を殴られたのだ。うっ、あはははは、一発殴ってよろけれたなんて、ダッセー男。お前、こんな男と結婚してたのかよ。突然殴ってくれたなんて、ガタガタ言ってないでさっさと500万持ってこいって言ってんだよ。お前は500万すら払えないほどに貧乏なのか。だから慰謝料なしにしろってか。そんな言い分が通用するわけねえだろうがよ。言っておくが、俺は漆黒組の組員だぞ。払えなくても払ってもらう。どんなことをしてでもな。漆黒組？うん、そうだよ。お前でも聞いたことぐらいあるだろ。ここら辺では聞いたことがないってやつはいないほどに有名な組だからな。漆黒組はここら辺では名が知れているヤクザの組の一つ。彼はその漆黒組の組員だというのだ。ヤクザはいろんな稼ぎ方を知ってるんだよ。お前には一体どんなことをしてもらおうか。やっぱりここは王道に。遠洋漁業に出たら数ヶ月は戻ってこれないきつい仕事だから、あれはいいぞ。陸に戻ったら一気に金が手に入るからな。それと金で、まだこいつと離婚するなよ。もし万が一船の上でこいつに何かあれば保険金も手に入る。どうだ、一石二鳥だろ。すると金ではそう話す男の背中に抱きつき、俺にこう話した。彼がヤクザだって信じてないでしょう。言っておくけど、彼は本物のヤクザだよ。だからつべこべ言ってないで、彼の言うこと聞いていた方がいいと思うよ。俺よりその彼を取るっていうの？そのつもり。だってあなたとこれ以上一緒にいてもメリットはないでしょ。メリットって、そんな言い方。彼は私が寂しい時にずっとそばにいてくれた。私を一番に考えてくれた。確かに彼はヤクザの末端で、あなたよりは稼ぎはないかもしれないけど、仕事ばかりで家にいないあなたといるより彼と一緒にいる方が何倍も幸せなの。あなたは私が急に彼とこういう関係になった浮気者だとそう思ってるでしょ。だけど私は彼に本気だから。奏、今の聞いたか。今のがお前の嫁の本音だよ。分かったらさっさと一緒料支払え。漆黒組の俺に逆らったら痛い目に遭うことになるぞ。そう言ってにやつく二人。俺はそんな二人の姿を見て何かが吹っ切れた。そして今までずっと黙っていた秘密を暴露することにしたのだ。そっか、漆黒組か。どこかで聞いたことがあると思ったら。何ヘラヘラしてんだよ。ヤクザに追い込まれてついにおかしくなったか。いや、おかしくはなってないよ。ただ同業なのに俺を知らない奴がいるんだなと、そう思ってね。同業？一体どういう？ああ、そうか。末端の方にはまだ顔で覚えられてないのか。それなら、これでどうかな。この胸の火傷の跡、これに見覚えはないか。その大きな火傷の跡、まさか！ああ、やっとわかってくれた。服をめくり上げ、胸に大きく残っている火傷を見た瞬間、男は真っ青な顔をしてフリーズ。ちょっと急に固まっちゃってどうしたの？この火傷の跡が何なの？お前本当にこの人の妻か？どういうこと？彼女は何も知らないよ。今まで俺の職業に関しては嘘をついて隠していたから。俺の職業を知れば彼女も危険な目に遭うかもしれないと、そう思ってね。
彼女の中では俺は大手企業に勤めるサラリーマンってことになってる。君も彼女からそう聞いてるんじゃないかな。それは。でも彼女を守る必要はなさそうだからもういいよね。かなで、今まで黙っててごめん。実は俺は彼が所属している漆黒組が傘下に入っている愛次郎会の会長なんだ。愛次郎会会長な、何を言ってるのかさっぱり。わかりやすく言うと俺も彼と同業のヤクザ。そして俺はそんな彼のボスのボスってところかな。そう、実は俺が彼が所属している漆黒組を傘下に持つ愛次郎会の会長。つまり俺も彼と同じヤクザなのだ。ヤクザって、そんなまさか。嘘に決まってる。だってあなたがヤクザなんてできるわけがない。虫も退治できないようなあなたが。それにヤクザのボスってもっとおじさんやおじいさんがやるものでしょ。30代そこそこのあなたがオサだなんて。そんな。しかし奏では俺がヤクザの会長だなんて1ミリメートルも信じていないようだ。まあ無理もない。今まで彼女の中では俺はしがないサラリーマンだったんだから。確かに俺ほど若い組長や会長はそうそういないと思う。先代の息子でも孫でもない俺が30代で会長にまで上り詰めるなんて俺でもびっくりしてる。俺はもともとただ喧嘩が強いだけのどうしようもないチンピラだった。そんな俺を先代の会長が拾ってくれたんだ。その恩返しにと組のために懸命に働いた。その中で組を裏切るスパイを捕まえたり、狙撃してきた組を潰して傘下に入れたり、その功績を称えられて次の会長に選ばれたんだよ。この胸の大やけどはその時に負った傷。俺は割と最近会長になったから顔だけではまだ覚えられていないみたいだけど、この傷を見ればみんなが俺の正体に気づく。そしてそんな俺がまとめる藍染め会の傘下の一つが奏が抱きついているその男の組だっていうわけ。俺の話を聞いて目を合わせる二人。それで漆黒組の組長は一体誰だったかな。藍染め会の傘下に入ってる組は両手では数えきれないからね。名前を覚えるのも一苦労なんだよね。そっか、組員の君に聞けば一発だ。君の組の組長の名前はなんていう名前だっけ。教えてもらえる。それは君ってもしかして人の顔や名前を覚えるの苦手なタイプ、それとも組長にチクられるのが怖くて黙ってるの。さっき自分でも言ってたよね、漆黒組の俺に逆らったら痛い目に遭うことになるぞって。今その立場にあるのは君の方なんじゃないかな。違う、溝口さんです。なんだ、知ってるじゃん。知ってるならそうと早く言えばいいのに。じゃあ今からその溝口をここに呼ばせてもらうね。どうして。どうしてって、君が最初に組の名前を語ったんだよね。その時点でもうこれはただの浮気じゃなくなってくる。君もヤクザなら知ってるでしょ。ヤクザはむやみにその名前を語って一般人を脅してはいけないって。でもあなたは一般人じゃ。確かに俺は一般人じゃないよ。だけどさっきまで君たちの中では一般人だったんだから、この世界のルールを君は破ったことになるよね。そんな横暴な。じゃあどっちが横暴か君のところのボスに聞いてみよう。ちょっと待ってください。それだけは勘弁してもらえませんでしょうか。さっきまで見下していた相手に土下座するだなんて、よっぽど君のところのボスは怖いみたいだね。実は俺は次何か問題があれば破門にされることになってるんです。俺は漆黒組に捨てられたら行く場所がありません。俺も会長と同じく漆黒組の組長に拾われて今の居場所を手にしました。ですから奥さんのことは心から謝罪します。慰謝料も当然いりません。なので組長にだけは。慰謝料はいらないってふざけてんの。そんなの当たり前だよね。悪いことをしたのは君たちなんだからさ。なんで俺が君たちに慰謝料を支払わなくちゃいけないわけ。それに君が漆黒組を破門にされたところで俺に何の関係があるの。破門にされたくないほど大切な居場所ならなんで自らそうなるような行動ばかりするの。バカなの。それはでもまあいいや。心の底から謝罪してくれれば。本当ですか。俺も極力若い目は摘みたくないからね。今回のことは見なかったことに。
あ、ごめん。手が滑って電話かけちゃった。な、あ、もしもし。ごめんごめん。俺だけど今時間ある？どうしたんですか、会長。こんな時間に私に電話をかけてくるなんて珍しいですね。いやね、君のところの組員について少し話があって。うちの組員が何かやらかしましたか？まあね、とりあえず今からうちに来てもらえないかな。今からですか？そう、できれば今すぐがいいんだけど難しい。いえ、今から伺わせていただきます。2、30分ほどで到着すると思いますので。ありがとう、よろしくね。組長はなんと。君のところの組長は優しそうだね。こんな時間にもかかわらず俺が来てほしいと頼んだらすぐに来てくれるとそう言ってくれたよ。そんな逃げようだなんて無駄な考えはやめた方がいいよ。さっきうちの奴らに連絡を入れたから。うちの周りにはヤクザがうようよ待機してる。君がこの家から出てきた瞬間にバンかもしれないからね。俺のその言葉に怯える二人。特にこの世界の事情を知っている真男は俺に許してもらおうと必死に頭を下げて謝罪してきた。その間も奏は彼の隣でブルブルと震えていた。そんな自分のための謝罪をされてもね。本当に申し訳ございませんでした。まさか彼女が会長の奥さんだったとは知らず。知らなかったから何？俺の奥さんじゃなかったら良かったことにはならないからね。それに今更謝罪してももう遅いよ。あと 2,30 分で君のところのボスがうちに到着するんだから。そうだな、組長が到着するまでの時間暇だし、なんでこうなったのか話してもらおうかな。奏がなんで浮気しようと思ったのか、それはさっき聞いたから二人の出会いから話してもらっていい。そう言いながら俺は寝室に置いてあった椅子に腰をかけた。しかし二人はなぜかベッドの上で固まったまま話をしようとしない。そこで俺はおもむろにキッチンへと向かい、持ってきた包丁を二人の間に突き刺した。ドスッと何かを彷彿とさせるような音を立ててベッドに突き刺さる包丁。さっさと話さないと次は君がこうなる番かもしれないよ。するとあまりの怖さに真男はその場で失神。あらら、失神しちゃった。組長が来るまでに起きてくれればいいけど。じゃあしょうがない、話は奏に聞こうかな。一体どういう経緯でこうなったの？奏はベッドに突き刺さった包丁をちらっと見た後、覚悟を決めたように経緯を話し出した。私が彼と関係を持ったのは、さっき話をした通り、あなたが仕事を理由になかなか私と一緒にいる時間を作ってくれなくて寂しいとそう感じたから、それで SNS で同じような人からアドバイスをもらったの。アドバイス？寂しいと思うのは一人の人に依存してるからだって。だからもう一人依存できる人を作ればいいってそう言われて、彼女おすすめのマッチングアプリに登録して、そこで会ったのが彼だった。彼はいつだって私にメッセージをくれたし、寂しいといえばすぐに会いに来てくれた。彼と知り合ってからあなたに寂しいという感情を抱くこともなくなって、あなたに当たることも少なくなった。気持ち的に安定した生活を送れるようになったの。だから私、彼女が言う通り、奏は半年ほど前までは俺にイライラして当たり散らしていた。何か理由があるのかと聞いても、人に聞かないとわからないの、自分の胸に聞いてみたら、とそうやってただただ俺に当たり散らす彼女の前に、俺の頭には離婚という文字が浮かんでいた。しかしここ数ヶ月、急に彼女が俺に当たり散らすことが少なくなった。俺はその状況に安易な考えで喜んだ。だが彼女の変化には浮気という裏があったのだ。でも本当に好きなのはあなただけ。だってあなたが好きだから彼と浮気をしたんだから。あなたが好きすぎて、あなたが構ってくれなくて寂しかった。だからその思いを分散させるために浮気をしたの。分かってくれるでしょう。さっきまで真男に抱きついていたその腕で俺を抱きしめる奏で、俺はその腕を振り払ってこう言った。嘘はやめてくれる？嘘なんかじゃないって、なんで信じてくれないの？
本当に私はあなたのことが好きだから。それで必死に俺にすがりつく奏を無視し、俺は寝室のベッドの下からあるものを取り出した。これなんだかわかる？何それ、リモコン？ボイスレコーダーだよ。ボイスレコーダー。どうしたの？顔が真っ青だけど。いや、なんでもこのボイスレコーダーすごい性能が良くてさ、どんな小さな声でも取り残さずに拾ってくれるんだ。だからきっと二人の秘密の話もバッチリ録音されてるはずだ。これからその録音を二人で聞いてみよう。実は俺は奏が浮気していたことには気づいていた。最初にそれに気づいたのは俺ではなく愛城会の人間だった。なあ、このこと頭に言った方がいいと思うか？いや、どうなんでしょうかね。頭、姉さんのことを本当に大切にしてますから、もしこんなことを知ったら。どうしたの？二人してこんなところでこそこそと。なんでそんなびっくりしてるの？それは今少し話が聞こえてきちゃったんだけどさ、うちの妻のことで何か言いたいことがあるの？兄貴、もう行っちゃいましょう。そうだな。頭、ちょっと言いづらいのですが、実は話したいことがあって。先日いつも通り頭の家の周りで見張りをしていた時、パートに出かけていた姉さんが知らない男を連れて帰宅してきたんです。男？はい、その男が家から出てきたのは3時間後。それからも頻繁に出入りするようになって、きっとあれはその浮気相手。多分そうだと。俺はいくつもの組を従える愛城会の会長。家を特定され襲撃される可能性もなくはない。そのため奏にもしものことがないようにと、俺が自宅にいない間愛城会の人間に見張りをさせていた。それがまさか違う意味で役に立ってしまうことになるとは思いもしなかった。どうしたらそいつを捕まえられると思う？またあの男が頭の家に現れたら俺たちがと捕まえるって。いや、それだと頭がこの世界の人間だとバレる。ああ、それならこれはどうですか？ボイスレコーダーです。ボイスレコーダー、家の中にボイスレコーダーを仕掛けて証拠を押さえるんですよ。ボイスレコーダーか。どこかで読んだんですけど、浮気の証拠を抑えるためにボイスレコーダーを仕掛けるときには寝室が一番有力らしいですよ。そういう行為をするとしたら寝室に限りますから。ソファーがあるならリビングに仕掛けても。お前なんでそんなことに詳しいんだよ。とにかく君たちのアドバイス通り寝室にボイスレコーダーを仕掛けてみるよ。もしまた何か動きがあったら逐一俺に教えてほしい。はい、任せてください。かしこまりました。こうして俺はすぐにボイスレコーダーを自宅の寝室に設置。俺が浮気現場に遭遇したのはそれから2週間も経たないうちだった。ちょっと待って。そんなの聞かなくても。別に聞かなくてもいいなら逆を返せば聞いてもいいってことだよね。何を焦ってるの？それともこのボイスレコーダーには俺に聞かれちゃまずいことが録音されてるのかな？そういうわけじゃ。じゃあ再生してもいいよね。そう言って俺は録音を再生した。はあ、なんであんなつまらない男と結婚しちゃったんだろう。30代に入って結婚に焦ってたってのもあったけどさ、もっと慎重に選べばよかった。そしたら俺とすんなり結婚できたのにって。そう、もっと早くあなたと会っていればこんなに面倒くさくならなかったのに。でもさ、逆に考えることもできるだろう。え？慰謝料をもらって離婚するんだよ。どういうこと？そんなことできるの？だってお前は旦那から寂しい思いはさせないって言われて結婚したんだろ。なのに今は寂しい思いをさせられてる。これは立派な詐欺だ。だから旦那は慰謝料を支払う義務がある。そっか、なるほど。正直何の仕事をしているのかいまいちわからないけど、あの人収入だけはかなりいいからさ、慰謝料をもらって離婚すればスムーズにあなたと再婚できる。すごいいい考えだろ。だからそうするにはこうしてさ。うん、そのボイスレコーダーには行為している音声の他に俺から慰謝料をもらい、いかにスムーズに離婚できるかの話し合いをしている二人の会話がバッチリと録音されていた。これ
どういう意味？さっきと言ってることが全く違うけど。それは彼が、そう、彼がそうしろって脅してきて、俺はヤクザだから逆らうと痛い目に遭うってそう言い出してきたの。それでどこをどう聞いても脅されてるようには聞こえないけど、奏はこの音声を聞いて俺のことが好きだったからだと言い切れる。そもそも本当に好きだったら寂しかったっていう理由だけで浮気はしない。そうでしょ？そうだけど。真っ青な顔をして目を泳がせる奏。そんな彼女に俺は準備していた離婚届を突きつけた。理由があったとしても職業のことを黙っていたことは謝る。だけど俺はここまでされておきながらもう一度奏を信用することはできない。それに奏も俺と離婚して彼と再婚したいんでしょ？だから離婚しようかね。でもほらサインして。俺の気が変わらないうちに。すると奏はベッドに突き刺さったままの包丁をちらっと見るとガクガクと震えながら離婚届にサインした。それからすぐに漆黒組の組長が到着。事情を話すと失神している魔王ここに思いっきり蹴りを入れた。てめえ何述べてんだよ。組長、これは一体。全部会長から話を聞かせてもらった。とんでもないことをやらかしてくれたな。一体どういうつもりだ。それはその、まあいい、ここは会長の家だ。言い訳をうちの事務所に帰ってからじっくり聞いてやるよ。おい、こいつを連れて行け。はい。ちょっと待ってください。なんで拘束するんですか。当たり前だろ、お前のことだ。このまま逃げようとするかもしれないからな。忘れたわけじゃないだろ、お前の首が皮一枚でつながっていることを。言ったよな、次に何かしげかしたら破門にすると。これがその次だ。連れて行け。おら、さっさと歩け。お前には今までも散々迷惑かけられたからな。これでお前が組から抜けると思うとせいせいする。自分がしたことをきっちり償ってもらおうじゃねえか。そんな待ってください。漆黒組の組員も彼には相当苦労してきたのだろう。魔男は漆黒組の組員にずるずると引きずられるようにして連行されていった。会長、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。あいつはこのままうちで責任を取らせます。お騒がせしました。そう言って俺に頭を下げて出て行こうとする漆黒組の組長。ちょっと待ってもらっていい？はい。どうしましたか？まだ何か？彼女も一緒に連れて行ってほしいんだ。でも彼女は会長の。どうやら相当彼と一緒にいたいみたいでね。妻、いや元妻も彼と同じところに連れて行ってやってくれ。ちょ待ってよ、なんでそうなるの？私は別に。もう俺とは離婚したんだから遠慮しなくていいよ。彼と好きなだけ一緒にいればいい。ちょっとそんな、待ってよ、もう一度話すよ。俺は君と話すことなんてもう何もない。今まで本当にありがとう。さようなら。それが俺たちの最後の会話だった。それから二人は一緒に漆黒組の事務所に連れて行かれ、責任を取ることになったようだ。しばらく経ったが、その後二人がどうなったか知らない。ただ慰謝料として俺の元に現金が届いたので、しっかりと仕事をこなしているようだ。そんな中、愛次郎会の中で妙な話が飛び交っていることに気づいた。それはここのところ会長の元気があまりないように感じる。あまり表には出さないが、きっとあんなことがあって落ち込んでるに違いない。今後のためにも会長には元気を出してもらわないと。でもどうやって励ましたらいいのか。女で負った傷は女で癒すに限りますよ。キャバクラでも行きます？それか次の姉さんになりそうな女を見繕ってくれば。何を話しているのかと思えば。うわ、だから会長、脅かさないでくださいよ。言っておくけど、俺は別に元気がないわけじゃない。キャバクラもいらないし、新しい出会いもいらない。俺は今回のことで改めて思い知ったんだ。俺にはお前ら仲間がいればそれでいいって。会長、今考えれば本当に俺のことを考えてくれていたのはいつだってこいつらだった。それを離婚して改めて思い知った。じゃ
今からみんなでご飯でも食べに行こうか。いいんですか、会長のおごりで。バカ、おごりなわけないだろ、調子に乗るな。いや、今日は全部俺のおごりだよ。今まで俺を支えてくれたお礼と、これからもよろしくという気持ちを込めて、愛次郎会の人間全員呼んできてもらえるかな。はい。正直なところ、この結末に後悔がないわけではない。しかし、後悔したとて人生は続く。俺はこれからも自分が選んだ道を彼らと一緒に突き進んでいく。ただそれだけだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は黒沢和樹。仕事終わりに下校途中の高一の息子カズマを迎えに行こうとしたら姿がない。車で探し回っていると路地裏から傷だらけのカズマが飛び出してきた。慌てて車を止めて駆け寄ると、安心したのかカズマは気を失ってしまう。一体誰がと思っていると路地裏からヤクザ風の男が歩いてきた。おいおっさん、そいつ俺らに渡してくれよ。どうして渡す必要があるんだ、こんなにボロボロで気も失っているのに。お前らがここまでこの子を追い詰めたのか。だったら何だってんだよ。そいつは俺の肩にぶつかっといて無視しやがったんだ。ガキのくせに舐めてるよな。一体親はどんな育て方をしたんだか。とにかくおっさんには関係ねえだろ。痛い目に遭いたくなければこっちによこせ。ぶつかっておいて謝りもしなかった。まさかこの子が、カズマがそんなことするはずがない。きっとお前らが聞こえていなかっただけだろう。はあ？何？あんたもしかしてこのガキの親？おいおい、親の顔が見てみたいと思ったら目の前にいたぜ。なあおっさん、まともに子育てもできねえなら俺らがしつけといてやるからさ、そのガキこっちによこせよ。なんならあんたも一緒にしつけてやろうが。そんなんじゃ社会に馴染むことすら難しいだろうしな。その必要はない。俺は今からこの子を病院に連れて行ってくる。本当にぶつかったのなら俺から謝らせてくれ。なーに言っちゃってんの。俺らが謝ってほしいのはてめえじゃなくててめえのガキ。あんたに謝られたところで何とも思わねえからさ。それなら病院が終わったらお前の自宅に行くよ。どこに住んでる。その見た目ならチンピラかただのヤンキーってところか。はあ、調子乗ってんじゃねえよ。俺がそんなアマちゃんに見えるのか。俺はヤクザだよ、ヤクザ。逆らったらどうなるか分かってんのか。なんだ、ヤクザなのか。そんなにヒョロヒョロだからいいとこチンピラだと思ったよ。まあいいや、じゃあ病院に行ったらここに戻ってくるから、そうしたらまた謝るよ。あやっさん、あんま調子乗ったこと言ってんじゃねえぞ。何俺たちから逃げられると思ってるわけ。残念でした。あんたの車はもう走りません。タイヤ周りよく見てみろよ。言われた通り目を向けるとタイヤはパンクしてしまっていた。近くにはニヤニヤとしたヤクザの仲間らしき男が数人うろついている。おい、何してくれてんだよこのガキ。はあ、よく聞こえませんけど。あんたらが俺から逃げようとしてるからこんなことになるんだよ。あんないい車乗ってんだから、あんた相当金持ってるんだろうな。じゃあこうしようが、謝る代わりに慰謝料くれればそれでいいや。こんな高級車乗ってるってことは500万くらいならポンと渡せるだろう。おいガキ、あんま調子こいてんじゃねえぞ。てめえに500万も価値あるわけねえだろうが。むしろ俺の方が慰謝料と修理費請求したいくらいだよ。お前さ、
この車のタイヤが一本いくらするか知ってんの？知るわけねえじゃん。何言ってんの？知ってたらこんなことしねえよ。ああ、でも高いって知ってればあえてやったかもな。俺のじゃねえし。ペラペラとよく喋る口だな。めんどくさいって言われたことないか？俺は今お前のことをめちゃめちゃめんどくさいと思ってるぞ。てめえが俺のことをどう思ってようが俺には関係ないから。そもそも俺にあんたみたいに突っかかってくるやつもいないし、あんたは俺がどういう人間か知っててこんなことしてんの？いや、知るわけないだろう。なんで俺がお前のこと知ってないといけないんだ？むしろ俺にすら知られてないくせに偉そうな口聞いてんじゃねえよ。何急に強気になってんの？どうせ勝てないって分かって悪あがき？いい年してみっともないからそういうのやめた方がいいですよ。何とでも言え。ところでさっきお前ヤクザだって自分で言ってたよな。どこの人間？マジでお前の顔なんて見たことねえんだけど。まあ見たことないだろうな。俺もヤクザって言ったって今までは箱入りだったからさ。そんでここ最近満を持してヤクザの仲間入りってわけ。親父は青カバ組の組長、無敵だぜ。はあ、なるほど、青カバ組か。なんだよその反応は。あ、もしかして俺のこと知ってた感じ？まあ控えめに言って、俺のことは知らなかったとしても親父は知ってんだろ。なんせこの辺で青カバ組って言えばかなりの極悪非道なヤクザだからな。仇だろうが女子供だろうが容赦ねえ。それが青カバ組だ。へえ、ずいぶん不名誉なもん背負ってんだな。んでそれを自慢げに言うのかお前は。まあ俺には関係ないけど。そういうことは、あんたは黙って俺に従うしかないってわけ。あんただってせっかくまともに生きてたのにヤクザに人生台無しにされたくないだろ。青カバ組に関わったら一巻の終わりだって聞いたことねえか？さあどうだろう、聞いたことねえな。なんだそれ。なあ、あんた本当にこの町の人間？あんたも息子もそうだけど、ちょっと無知すぎねえかな。青カバ組の名前が出たらすぐ逃げろってこの辺の人間は教わってると思うんだけど。厳密に言えばその言葉は聞いたことあるけど、それって本当に青カバ組の話か？はあ、どういうことだよ。本人が言ってんだから間違いなんてあるわけねえだろ。適当なこと言ってはぐらかそうったってそうはいかねえぞ。はぐらかそうとしているわけじゃねえんだけどさ、確かにヤクザの名前聞いたら逃げろって聞いたことはあるんだけどよ、それって本当に青ガバだったかなぁと思ってさ。はぁ、やっぱどの世界にも話が通じねえやつってのは一定数存在するんだな。お前が何を言おうが青カバ組が最強っていう事実に違いはない。そしてお前らがその青カバ組に対して喧嘩を売ったっていう事実もな。わかったわかった、じゃあもう面倒だからそれでいいよ。それでさ、お前ケマ組って聞いたことあるか？なんだそのゲームに出てきそうな名前は。知るわけねえだろ。俺がヤクザに所属するようになったのは最近とはいえ、ずっとヤクザの世界には触れてきた。その俺がケマ組なんか知らねえって言ってんだから知るわけねえだろ。そうか、知らねえか。そりゃ残念だな。さっきから何？そのケマ組ってのは俺が知ってたらどうなるってんだ？いや、知ってるんだったら教えてやろうと思ったことがあったんだが。そうか、知らんか。じゃあ仕方ないよな。それにしても青カバ組か。なんだよスン、急にそんな煮え切らない態度取りやがって。俺がケマ組を知ってたら何だってんだよ。敵対組織の傘下か。
青川組事務所は1時間後消滅するぞ。え？何突然そんなわけのわかんねえこと言ってんの？青川組が消滅するだと？そんなことはあるわけねえんだから。うちは青草組の傘下なんだから、どこかの組に襲われるってことはねえんだよ。青カバや青草に手を出した奴らがどうなってるか知らない奴はいねえからな。いるとしたらそれこそ敵対組織の、あれ、そういえば今敵対組織の傘下って、点と点がつながるのが遅すぎるな。それでは大事な時にチャンスを逃す人間になるぞ。まあ今さら気にしたところでもう遅いのかもしれねえけどな。ちょっと待てよ。今あんた青川組のことを敵対組織の傘下かって言ったか？どういうことだよ。じゃああんたはその敵対組織の人間だから、ケマ組は知ってるかって聞いたんだよ。まさか組長の息子を名乗る奴が敵対組織を知らないはずないと思ったしな。でも実際お前は知らなかった。不勉強だと罵られても文句は言えないな。とにかくこんなところで油売ってる暇はないと思うぞ。さっさと事務所に連絡するか戻った方がいい。まあ仮に急いで行動したとしても、もううちの組員たちを止めるのは無理だろうけどな。どうしてあんたらケマ組がうちに勝ち込んできたりなんかするんだよ。敵対組織とはいえずっといい距離感で生きてきたじゃないか。親父からケマ組の名前を聞いたことはないが、敵対組織には関わらなければいいって教えられたぞ。それなのにあんたらの方がなぜ手を出してくるんだ。まあまあそんなに声を張り上げてないで、とりあえず連絡してみたらどうだ。俺も連絡取ってないし、今どんな状況になってるかを確認したいしな。どうして俺がそんなパッシリみたいなことは。なんだ、自分の事務所がどうなってもいいのか。誇らしそうに自分の組の名前を叫んでいたから大事にしているのかと思ったのに。なんとも思ってないならいいや、俺が連絡するから。最近の若いやつはダメだな。口ではヤクザを誇らしそうに言うくせに忠誠のかけらもね。ああ、分かった、俺が連絡するよ。だからちょっと待っててくれ。そう言ってスマホを取り出し、誰かに電話をかけているみたいだが繋がらないらしい。くそ、どうして誰も出ないんだ。事務所も親父も幹部たちもどうなってんだよ。さっき1時間後って言ったじゃねえか。うん、確かに1時間後とは言ったな。だがその時間は消滅する時間だぞ。まさか乗り込むのが1時間後で、その一瞬で壊滅するとでも思ってんのか。誰も電話に出ないってことはすでにドンパチしてる頃だろう。親父さんたちだってお前からの電話に気づいていないか、気づいても出られないかだな。これで分かっただろう、もうお前の組は終わりだ。今日限りで青カバの看板は捨てるんだな。信じねえ、俺は信じねえぞ。こんなの今たまたま誰も事務所にいないってだけで、もしかしたら会議してるのかもしれねえ。あんたがこの件についてハッタリを言っているという可能性もある。自分の目で見てないものは信じられないという気持ちはよくわかる。だがこれが現実だ、受け止めるんだな。次の仕事探した方がいいぞ。もうヤクザっていう肩書きは使えないからな。別の組織に所属すれば別だが、どのヤクザもケマ組に喧嘩を売った組の若いもんを入れようとは思わんだろうけどな。ケマ組ってのはそんなに影響力があるっていうのかよ。俺はずっとこの辺りでは青川組や青草にかなうところはないって聞いてた。その認識が間違っていたというのか。間違っていたというか、間違えて覚えさせられていたんだろうな。お前の親父さんに。誰だって自分のとこが一番だって思い込みたいからよ。実際に実力が伴っていなくてもそう言いたくなる気持ちはわからんでもない。とはいえそれが間違っていると気づいた時に恥ずかしい思いはしたくないけどな。だから俺は息子に
自分がヤクザの息子だということは隠せと言ってやる。それだけで仲間外れにされたり、仲良くしてくれなくなることもあるからな。子供は生まれを選べない。だからできる限り息子を守ろうと思ってるよ。その言い方、まるで俺の親父がそんな心遣いもできない人間だって言ってるみてえだな。てめえにそんなことを言われる筋合いはねえんだよ。さっきの質問に答えろ。どうして敵対組織のケマ組がうちに手を出すんだ。お互いに不可侵っていう暗黙のルールがあったんじゃねえのかよ。確かに俺たちケマ組と青カバや青草の間には暗黙のルールがあった。お互いに近寄らず無駄な抗争を避けようっていうルールだ。でもな、先にそのルールを破ったのはお前たち青カバの人間なんだぞ。え、でも俺そんなことを一言も、まあ聞いてないだろうな。組長の息子とはいえお前は末端の構成員に過ぎない。そんな奴に詳しい組のしのぎを教えてやる必要はないからな。だから何も教えてもらえないかわいそうなお前に、青カバ組が何をしたのか教えてやるよ。あいつらはしのぎとして野菜の栽培と販売をしていたんだ。いや、野菜の販売、俺たち青カバがそんな農家みたいなことは。ああ、違う違う、勘違いすんな。この世界で野菜って言えばまともなもんじゃねえ。つまりお前たちは手を出しちゃいけないことに手を出していたんだよ。しかも本来なら処罰すべき本家の人間ですら野菜の販売に手を染めていた。俺たちケマ組も島が隣ってだけなら今まで通りでよかった。だが野菜のことに手を出したら人としてお前たちを放っておくことはできない。それに再三お前の親父さんにも通告したんだぜ。そういうことをするのをやめろってな。でも結果は変わらず、お前らの組は悪事に手を染め続けた。そのせいで何人もの仇の人間が涙を流しているんだ。こうなったらもう暗黙の了解だのなんだのと言っている場合じゃない。俺たちは青草組、青川組の両方に制裁を加えることにしたんだ。ふざけんなよ。警察のガサ入れがあるってんならまだしも、なんでお前らなんだよ。仮にうちが本当にその野菜を栽培して売ったとしても、お前らには関係ないだろ。うちのごたごたはうちで何とかする。お前らがこんなことする意味がわからない。ああ、うちがわざわざ敵対組織に乗り込む理由か。そんなもん、うちの島を荒らしたからに決まってんだろ。何、お前らには関係ないだろって言ってくれてんの。自分の島荒らされて、ああいいですよ、お好きにっていうやつがいる。いねえよな。そうかもしれねえけどさ、だったら一度話し合えばいいじゃねえか。だからさっきもそれは言っただろ、何度も警告してるって。それでもお前の親父さんが無視してしのぎを続けたからこうなってんの。なあ、もしかして俺が好きでこんなことしてると思ってるのか。俺は本当は誰とも争いたくないと思ってるし、静かに過ごしたいんだよ。それなのに周りの連中がうちに関わってくるからこんな面倒なことになるんだ。知ってるか、この辺で一番の悪逆非道な組織はケマ組なんだと。まったく不本意だし不名誉な顔の売れ方だよな。しかもそれで誰も敵対してこなきゃいいんだが、頭の悪い奴らばっかりだからよ。自慢かよ。自分のところがこれだけ強いですよって言って回って楽しいか。自分たちはこんなに強いです。だからどんな組もぶっ壊しますって。そんな態度でいるから他の組から目をつけられるんじゃねえの。それは間違ってるな。まるでうちがふっかけてるみたいな言い方しないでくれよ。さっきも言っただろ、俺は穏やかに過ごしたいんだよ。でもお前ら外野の人間たちがケマ組潰したら一人前みたいな風潮作るからさ、とんでもなく面倒なことになってるってまだわかんねえかな。だからってこんな実力行使に出なくったっていいだろうが。うちは青草が潰れたらどうすることもできねえんだぞ。
しかも青草と一緒にうちまで潰されることになるなんて。しかも俺が入った途端にこれかよ。この責任どうやって取ってくれるんだよ。残念だけど、それはこっちのセリフだよ。どうしてくれるんだ。俺たちはお前らのせいで多大な迷惑被ってんだよ。だからそのせいでわざわざ人員を割いて勝ち込みに行かせてるんだ。こんなくだらないことに時間と金を使うくらいなら、もっと別の使い方するっつーの。ふざけんな。こんなところでてめえ相手に油売ってるわけにいかねえんだよ。俺たちはもう行く。組のために加勢しにな。てめえの組員なんかボコボコにしてやる。できるもんならやってみてくれと言いたいところだが、言っても無駄だぞ。まあさっきは建前として組に戻らなくていいのかと言ったが、組に戻る意味はない。どういうことだよ。簡単な話だよ。お前が俺を相手にペラペラと喋ってる間に制圧は終了した。青草だけじゃなく、もちろん青カバもだ。そんな、だってまだ1時間も経ってないじゃねえか。それも簡単な話。お前の親父さん、青カバ組の組長は、ケマ組が身柄を預かってる。つまり今、青カバには指揮を取れる人間がいないってわけだ。当然お前が次期若頭として組に入ってるから、若頭の枠は空いてる。ついでに幹部のほとんどは無双だって話を聞いてたからな。組長さえ抑えてしまえばこっちのもんってわけだ。簡単に言えば、お前がさっきまでしていたことは全部無駄だったってことだ。どうしてそんな無駄なことをさせたんだよ。もっと早くに教えてくれていれば。教えてくれていればなんだよ。仮に教えていたとして、お前に何ができる。ケマ組も知らない奴が俺の話を信じると思ってんのか。そもそもお前がケマ組を知らない時点でアウトだったんだよ。なんせ極悪非道で有名なケマ組の次期若頭であるカズマをボコボコにしてるんだからな。それとこれとに何の関係があるんだよ。俺がてめえの息子に手を出さなかったとしても、もうケマ組はうちを潰すつもりだった。だったら俺がどんな行動をしようが変わらなかったんじゃねえか。実際お前は俺に絡んできてからずっとスマホなんていじってない。それだけでこの瞬間までお前が組員たちに何か指示を出したとも考えられないんだ。なるほど、いい観察眼を持ってるな。だが惜しい。どうして最初から電話をつないでいるとは考えなかった。俺の耳をよーく見てみろ。髪の毛で隠れてるが、目を凝らせば見えるはずだ。無線イヤホン。ってことは、本当に最初からこの会話を。そういうこと。俺たちの会話は、うちの組の幹部連中に伝わってる。逐一あっちからも報告が入ってる。もうすぐここに青カバの組長が来ることも、な。どうして親父がここに来るんだよ。そりゃお前、子供の責任はしっかり親が取らないとまずいだろ。しかもそれが極道の世界ならなおさらだ。このやったことは親の責任。そうやって教わらなかったのか。何でもかんでも人のせいにしてきたか。まあでも、お前の顔を見る限り人のせいにしていそうだよな。親父さんもそうだったし。親父が、ああそうだよ。どうしてこんなことしたんだって詰めたら、本家のせいだってよ。そんな話あるか。普通本家を守るために自分を売るんならまだしも、本家のせいだぜ。俺は少なくともそんな風に本家のことを切り捨てる奴は見たことがない。親父がそんなことするわけないだろ。きっと何か理由があって。まあ俺もちゃんと話聞いたわけじゃねえからさ、ちょうど親父さんも来たし話してみるか。俺たちの横に黒塗りのセダンが止まり、後ろ手を組まされた一人の男が降りてきた。親父、どうしてケマ組なんかに捕まってんだよ。親父を守る奴らはどうしたんだよ。たつき、どうしてお前がこんなところでケマ組の組長と話してるんだよ。あれだけ敵対組織のケマ組とは関わるなと言ってあっただろうが。お前、たつきって言うんだ。そういえば名前も聞いてなかったわ。
ずいぶんとかっこいい名前もらったんだな。やってることはダセーけど。はぁ、何がダセーんだよ。いや、どう考えたってダサいだろ。歩いてるだけの肩着捕まえてボコボコにしてさ、挙句の果てに金持ってそうだから慰謝料よこせとかすげえこと言うね。黒沢さん、うちの息子が本当に悪いことをした。そこで気を失っているのがあんたの息子さんだろう。その子の治療費と慰謝料を払わせてくれ。それでチャラにしたい。何勝手にチャラにしようとしてんだよ。っていうか慰謝料やらってのは当然の話な。そもそもうちが青カバ組を潰さなきゃいけないのは別の件だろ。それについてはどういう風に考えてるんだ。それもチャラにしろって。いや、そういうわけじゃないけど、でももうなかったことにはできないだろう。そうだな、なかったことにはできねえわな。取り返しつかねえんだもん。だからまあお前らの事務所はまずいただいて、青草自体をもう解散させるしかないな。もちろん解散後は全員この町から出て行ってもらう。そんな横暴な話があるかよ。一方的にお前らにしか利益がねえじゃねえか。自分たちが何を言っているのか分かってんのか。おいガキ、それはお前の方なんじゃねえのか。仮にお前が解決しようとしてもこの問題を解決できると思ってんの。残念だけどお前にできるのは地面に這いつくばってお父さんを許してくださいっていうことだけ。それ以外にお前にできることはないんだよ、ドラ息子。ドラ息子、そんなことあんたに言われる筋合いはない。なあ親父、こんなやつもうボコボコにしていいんじゃないか。俺たち青カバと青草、他の傘下の組と力を合わせればこんなやつら。無駄だよ、もう何をしても無駄なんだ。俺たちはケマ組には逆らえない。これ以上抗おうと思ってももう何もかも遅いんだよ。親父、そんなに弱気にならないでくれよ。天下の青カバ組だって言っていただろ。いつもの親父のあの勢いはどうしたんだよ。こんな奴らに追い詰められたからってそんなこと。そうだぞ、もしかしたら一発逆転があるかもしれないじゃないか。親父のお前が来てから聞こうと思ったんだけどさ、このガキボコボコにしていいか。え、待ってくれよ、どういうことだよ。どうして俺がボコボコに。よく考えれば単純な話じゃないか。お前がカズマにしたことをそのまま返すだけだよ。自分はやっていいけど他人はダメなんてそんな話ないよな。なあ篠原、どう思う。お前の息子の話なんだけど、さっきからなんで我関せずみたいな顔してんの。そうだよ親父、俺がどうなってもいいのかよ。今から俺ボコボコにされるって言われてんだぞ。だからもう俺にはどうすることもできねえって言ってんだろ。もううちの事務所は今勝ち込み食らって誰とも連絡が取れねえ。ってことはもう事務所は制圧されてるはずだ。つまり手元の金は全部没収だよ。それに加えて事務所だって没収だろうから、俺たちがここから再起はできねえ。だからもうお前がどうなろうが俺にはどうすることもできねえんだよ。そんな、じゃあ俺は黙ってこいつにボコボコにされてるってことかよ。そんなもんヤクザだろうがなんだろうが許されることじゃねえだろうが。父親としての責任を果たせよ。こいつは自分の息子がボコボコにされたから俺のことをボコボコにするって言ってんだぞ。こいつの方がよっぽど父親してるじゃねえかよ。それはこの人に力があるからだ。俺にはもう力なんかない。サラリーマンとして一生懸命家族のことを支えてるやつの方がよっぽど立派だ。お前はもう生まれた瞬間から間違えてたんだよ。俺の息子になんかならなきゃよかったのに。親父、そんなこと言われたら俺どうしたらいいんだよ。そうだな、おい篠原、それはちょっと言い過ぎだろ。確かに俺はこいつのことをボコボコにするとは言ったけど、少しくらい守ってやれって。丸投げなんかしたらこいつ本当に行く場所がなくなっちまうだろ。もうどうでもいいんですよ。何したって無駄なんですから。仮にこれでタツキのことをかばおうとしたって無理でしょ。慰謝料も賠償金もそんなめちゃくちゃ高い金なんて払えないし、せいぜい息子さんの治療費払ったら終わりですよ。なんだお前、
もう全部諦めてるのか。かわいそうにな、タツキ。お前はもう親父にも見捨てられてるぞ。まあだからといって、うちの息子をボコボコにしたのを許すわけじゃねえけど。お願いします。心入れ替えますから、ケマ組に入れてください。は？なんだよ、突然。っていうか、その願いが聞き入れられるとでも思ってんの。お前みたいなやついらねえよ。お願いします。この通りです。俺は親父に捨てられてかわいそうなんですよね。だったら俺のこと拾ってくれてもいいじゃないですか。ケマ組に入れてくれるんなら、ボコボコにされても構いませんから。待てって、俺はお前なんか入れるつもりないぞ。ボコボコにされたところで、お前の未来は変わらない。親父や組員たちと一緒に落ちてくことしかできないんだよ。嫌です。お願いします。タツキが俺の足にしがみつき、泣きわめいている。それを黙って見ている篠原が、悔しそうな、苦しそうな顔をしていた。どうしようかなと思っていた矢先、俺に担がれて気を失っていたカズマが目を覚ます。なあ、何勝手なこと言ってんだよ。あんたは親父さんに捨てられたんだろ。だから、拾ってくれって頼んでるんだよ。そんなお願いが聞き入れられるとでも思ってる方がやばいわ。自分がしたことを考えた上でそんなこと言ってるんだとしたら最低だぞ。だから、こうして謝って。もう無理。話になんねえわ。お前そこに立てよ。俺の一発に耐えられたら親父に頼んでやる。もちろん受けて立つよな。え？次の瞬間、カズマの拳がタツキの顔面を捉え、一瞬で地面に突っ伏した。はい、終わり。不意打ちはずるいとか言うなよ。そのままカズマは再び気を失ってしまった。俺はカズマを担ぎ直し、組員たちに指示を出して、篠原たちを事務所に送り届けた。当然、事務所も全財産も没収。翌日には青カバ組、青草組の連中は姿を消していた。事後処理を済ませ、入院しているカズマを見舞いに行くことに。カズマ、調子はどうだ？うん、だいぶ良くなったよ。まさかあちこち折れてるとは思ってなかったけど。目を覚まして一発食らわせたのは驚いたけどな。どうして最初からやらなかったんだ？お前なら反撃できたろ。ケマ組が勝ち込みに行くって言ってたからさ、俺がやるまでもないだろうと思って。でもあまりにもアマちゃんだったから我慢できなかった。お前も随分ヤクザらしいこと言うようになったな。嬉しいような寂しいような。ケマ組はいずれ俺が継ぐことになるからね。今絶賛勉強中だよ。そう言って笑い合い、カズマの成長を喜んだ。父親としてカズマの行く末を見守っていこうと思っている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は東丸東也、関東組の次期組長だ。息子の達也は大学生でヤクザ家業に就く気は全くないらしい。女房も息子をヤクザにする気はなく、こんなに危険な家業は俺だけで十分だという。まあ確かにその通りなんだが、家族の理解が得られない俺は家族の前ではごく普通の男として生きている。どこからどう見てもヤクザには見えない普通の父であり夫というわけだ。そして今日は息子が20歳になったので一緒に酒を飲もうと待ち合わせをしていた。俺は黒のスーツから普段着に着替えて息子が待つ駅前へと足を向けていた。息子の方はというと、早々に約束の場所に到着していた。あれ、親父のやつまだ来てないのかよ。早く来すぎちゃったかな。息子は辺りをキョロキョロと見ていたそうだ。すると、チンピラが息子に声をかけてきた。やあ、兄ちゃん。年齢的には、息子と変わらない男から声をかけられ、振り向いた息子は、一瞬当惑した顔を向けた。なんだよ、
変な顔するなよ。変な顔と言われれば変な顔かもしれない。相手は耳にはジャラジャラとピアスをつけ、鼻にまでつけている。まるで牛のようだ。着ている服装はだらしなく花柄のシャツなのだから、完全に裏の人間という感じだ。何でしょうか。あんた誰かと待ち合わせなんだろう。はい、そうですが。その相手にすっぽかされたんじゃねえのか。え、そんなことはないですよ。いやー、そうは思いたくねえだろうが、待ってるのに来ねえってのはすっぽかしだろう。相手は女か。え、彼女なのかって聞いてるんだよ。違います。まあそうですとは言いづらいだろうな。すっぽかされたのは確かなんだからよ。女にすっぽかしなんて受けたら恥ずかしくて言えねえよな。本当に違うんですが。いいんだいいんだ、そんなのは気にすることじゃねえや。女なんてのはよ、この地球上にいくらでもいるんだからよ。なんなら俺が女を紹介してやろうか。すぐそこにいい女がいる店があるんだよ。あんたの金で一緒に行こうじゃねえか。いえ、本当に違いますから。なんだよ、俺様が誘ってやってるってのによ。そんな態度を取ることはねえだろうがよ。そんな態度と言われても本当に違うんですよ。そうかい。まあいいさ、若いあんたじゃ恥ずかしくて本当のことなんて言えねえもんな。若い？まあ確かに若いけど、同じような年齢ですよね。そうか。俺は21歳なんだけど、あんたは何歳なんだ？20歳です。20かよ、俺より1個下ってことか。なるほどな。それで今日が初めて女とイチャつく日ってことか。違いますって。女の扱い方を教えてやろう。女と付き合うなら扱い方を知らねえとダメだぞ。別にそういうことじゃないですから。まったく、お前は堅くなだな。この俺様が教えてやろうってのによ。女なんてのはちょっとばかり強気に出た方がなびくもんなんだぜ。今回の相手は彼女じゃありませんから、そんな伝授はいりません。しょうがねえな、やっぱ実践あるのみだよな。なあ兄ちゃん、俺はちょうど暇してんだよ。一緒に行こうぜ。なんで俺が一緒に行かないとならないんですか。俺は人待ちしてるんですよ。それなのにあなたと行くことができるはずないじゃないですか。回りくで言い方だな。あなたと行くことができるはずないだって。つまり俺とは一緒に遊びたくねえってことか。そうですね、その通りですよ。今日は20年も待っていたんですから。20年も待ってただと。一体誰なんだよ、生まれた瞬間から待ってた相手ってのはよ。俺の親父ですよ。俺が20歳になったら一緒に酒を飲もうなってずっと話していたんですから。なんだよ、つまんねえ約束しやがって。親と一緒に酒を飲むなんてのはいつでもできることじゃねえか。確かにその通りですが、今日という日が大事なんですよ。親父は俺が20歳になるのをずっと待っていたんですから。くだらねえ、20歳の祝いなら女とするべきだろうがよ。そんなことはないでしょう。俺は親父と酒を飲もうと思ってこうして待ち合わせしてるんですから。あなたにとってはつまらないことかもしれないけど、俺にとっては大事なことなんです。まあなあ、親父と一緒なら酒代は親父持ちだろうしな。いくら飲んでもお前の懐は痛まねえってことだな。まあそういうことですね。じゃあこうしようぜ、俺も一緒に行ってやるよ。え、なんでそうなるんですか。俺は親父と二人で飲みたいんですが。酒ってのはよ、人数が多い方が楽しいのさ。一人酒も楽しいのかもしれねえが、人数は多い方がいいのさ。いろんな話が出るだろう。話題が豊富ってやつだよ。酒の肴にはちょうどいいじゃねえか。いりませんよ、
あなたは誰か他の人と飲んでください。俺は親父と二人で飲みたいんですから。親子の楽しみを邪魔しないでください。ずいぶんと生意気なことを抜かしやがるな。あんたは俺が誰なのか知らねえのかよ。知りませんよ。ただわかるのは、俺とは全く別世界の人だってことですね。そうだな。俺はヤクザ社会で生きてるからな。お前のように学生で親のすねをかじってるのとはわけが違うよな。ということは、俺の方が社会を経験してるってことよ。だったら社会経験の先輩の意見は聞いといた方がいいだろう。聞く必要はないと思います。俺はあんたと友達じゃないんですから、暇つぶしに話しかけるのはやめてください。なんだと？お前は本当に怖いもの知らずのボンボンのようだな。そんなことはないですよ。でもヤクザと関わりになりたいとは思いませんけどね。俺は明るい社会で生きているだけだし、あんたは裏の社会で生きてる人だ。俺とあんたじゃまるで接点がないんですよ。それなのにどうして一緒に酒を飲んで楽しいと思いますか？そんなことがあるはずないじゃないですか。お前は分かってねえんだな。あのよ、知らない世界だからこそ見聞を広げる意味でも一緒に酒を飲むのさ。そうすりゃあんたが知らねえ社会の話が聞けるじゃねえか。どうせ父ちゃんの金だろうがよ、問題はねえだろ。大ありです。とにかく俺から離れてください。俺はあんたのような人とは友達になりたくないんですから。俺はお前と友達になりたいんだよ。どうせ親父の金だろうがよ、ケチケチするなって。そういうことじゃないんだってば。どうして分かってくれないのかな。俺はヤクザとかチンピラとかと関わりたくないんだ。だから俺に話しかけないでくれって言ってるんですよ。そうやって嫌われると余計に近寄りたくなるもんなんだよ。こっちに来てくれと言われるとそばに寄りたいとは思わねえがな。俺はかなりの天の弱ってことなんだろうな。まあ人間なんてのはそんなもんだろ。さあどうでしょうか。俺にはわかりませんよ。息子がなんとかチンピラを遠ざけようとしていた時、ちょうど俺が到着し、息子がおかしな奴に絡まれているのが見えた。達也。俺が声をかけると息子は俺を見てほっとしたように見えた。ところが自分の話を無視したと思ったのか、相手の男は息子の顔面を殴りつけたのだった。あっと思った時には遅く、息子の口から血が流れていた。俺の兄貴は若頭だ。俺は無敵。文句あるか？なんてことするんだ。お前の前歯も折るぞ。俺の歯を折るだと？ああ、そうだよ。何せ、俺の兄貴は若頭なんだからな。会社員のおっさんが相手にできるような人じゃねえのさ。おお、そうかい。そいつは恐れ入ったな。そう思うなら俺のために財布を出せよ。金で蹴りをつけてやるからよ。何の蹴りだ？俺に偉そうな態度を取った蹴りだよ。誰が偉そうな態度を取ったんだ？お前の息子だよ。俺の息子ね。俺の息子は被害者のようだが、この俺様の誘いを断ったんだ。こうなるのは当然のことなんだよ。そうかい。で、あんたの兄ちゃんってのはどこの組の人なんだって？俺の兄貴はな、森田組の若頭よ。すげえだろ。森田組かよ。もっとでかいところかと思ったが、随分と小さな組織じゃねえか。そこの若頭くらいででかいこと言ってやがる。なんだと？まあいいや。その兄ちゃん連れておいで。は？若頭ってんだ。かなり強いってことだろ。連れておいで。どうなるかお前の前でよーく分からせてやるからよ。兄貴がてめえのような仇に負けるわけがねえだろうがよ。それはどうかな。今日は楽しみにしていた日だってのに、こんな状態じゃせっかくの酒も飲めねえんだ。あんたの兄ちゃんに
落とし前をつけてもらわないとならねえだろう。だからさっさと呼びなよ。頭おかしいのかよ。俺の兄貴が来たらてめえが泣いて詫びることになるんだぞ。そうなるかどうかはわからねえだろう。案外あんたの兄ちゃんが泣いて詫びることになるかもしれねえだろうがよ。だから早く呼べよ。あんたじゃ話にならねえんだからよ。お前は俺の兄貴をバカにするつもりなのかよ。バカにするつもりはないさ。事実を言ってるだけなんだから。あんたと話しててもラチが開かないんだ。早く呼べって。それともビビって呼ぶこともできねえのか。そんなわけねえだろうがよ。チンピラは呼ぶ呼ぶと言いながらまるで呼ぼうとはしない。そんなに強いなら呼べばいいものを。全くしょうがないやつだ。俺は息子を病院へ連れて行かねえとならねえんだ。早くしねえと病院も閉まっちまう。いやもう閉まってるか。まあ何にしてもこの落とし前をつけてもらわねえとならねえんだ。早く呼べガキ。俺の兄貴は森田組の若頭なんだぞ。それはさっき聞いたぞ。まったく弱いくせによく吠えるやつだ。呼ばねえならてめえを叩きのめしててめえの歯を全部引っこ抜くぞ。俺のドスの効いた低い声でそう言った。すると恐れをなしたのかスマホを取り出し電話をかけ始めた。だがどうしてだとブツブツとつぶやいているのが分かった。俺は近くにあったベンチに腰掛けると息子に座るように言った。息子は口から流れる血に痛みをこらえているようだった。電話を切ったチンピラはドヤ顔を俺に向けてきた。今から兄貴が来るからな。兄貴が来たらちびってしょんべんちびることになるぞ。そうかよ。だったらせいぜい今のうちにトイレに行っておいた方がいいだろうな。お前がよ。なんで俺が行くんだよ。しょんべんちびるのがあんたのようだからだよ。どこまでもふざけたことばかり抜かすじじいだ。チンピラは俺のことを仇だと思い込み絶対に俺が泣くことになると思っているらしい。だがそんなことがあるはずはない。そうこうしていると黒塗りの車が現れた。中から出てきたのはそこそこ高そうなスーツを着た男だ。兄貴。なんだよヒロシ、いちいち俺のことを呼びつけてんじゃねえぞ。兄貴すまねえ。でもそこのジジイが偉そうなことばかり抜かすんだよ。どのジジイだ。男は俺を見て言葉を失った。どうしたんだよ兄貴。東丸組の組長さんじゃありませんか。え、東丸組の組長。兄貴何言ってるんだよ。こいつはただの親父じゃねえか。他人の空似だろ。バカ、本物だ。だって東丸の組長ならこんなおっさんが着るような服なんて着てねえだろ。おいガキ、ヤクザだからヤクザだとわかる服装ってのは時代遅れだぜ。いいか、これから飲みに行こうってんだ。仇に紛れるくらいの配慮は必要だ。他の客にヤクザがいるなんて分かったら店に迷惑だろうがよ。その通りです。まったくどうしようもねえガキだな。ごもっともです。なんでだよ兄貴、どうしたんだよ。それで今日は一体。あんたの弟だろそこのガキは。はい、ヒロシと言いまして実の弟です。そいつがよ、俺の息子に殴りかかりやがってな。俺の息子は仇なんだが、どうやらチンピラの弟が俺の息子に絡んできたらしいや。しかもちょうど俺が来た時に顔面に拳をめり込ませていたのさ。おかげで息子の前歯は折れちまいやがった。そうなんですか。どうしてくれるんだ。どうしてと言われましても。慰謝料だよ。どうしてくれるんだよ。もちろん払います。払わせていただきますからお許しください。森田組の若頭は土下座して謝り出した。そして弟にも
土下座して謝るように言ったのだが、弟の方は一向に謝ろうとはしないのだ。あんたの弟は全く分かってねえようだな。申し訳ありません。こいつはまだガキなものですから。ガキじゃねえや。うるせえ。ガキじゃねえなら謝れ。ちゃんと謝って許してもらうんだ。俺が悪いわけじゃねえぞ。そのガキに何を言ってもらちが開かねえや。そいつの代わりにあんたがけじめつけてくれるか。はい、もちろんです。よし、じゃあ慰謝料200万払ってもらおうか。はい。え、兄貴、なんで200万なんだよ。ちょいと殴っただけじゃねえか。それで200万なんて高いだろ。うるせえ、てめえは黙ってろ。ちょうどここに200万あります。これでお願いします。ああ、ずいぶんと用意がいいじゃねえか。はい、本当に偶然ですが、持っててよかったです。そうかい。じゃあこいつはいただいていくぞ。俺は分厚い封筒を手にすると、二度とこんなことがねえように弟にはしっかり教えておくことだな。そう言ったのだが、相手の男はチンピラを連れて逃げていってしまった。父さん、歯が痛い。酒で消毒するか。嫌だよ、家に帰ろう。俺は笑いながらタクシーを呼ぶと息子と家に戻ったのだった。だがチンピラの方は納得がいかなかったらしい。それから数日後、再び息子の前にチンピラが現れたのだった。はい、東丸の息子。え？一人駅前を歩いていた息子は東丸の息子と言われて足を止めた。あ、この間のヒロシ君、タチみたいな呼び方するな。じゃあなんて呼べばいいんですか。俺の方が年上なんだ、ヒロシさんだろうが。はあ、それで何の用ですか。俺の方は用事がないんですが。この間の200万を返してもらおうか。この間の200万。ああ、てめえの慰謝料だよ。持ってないですよ。なんで持ってねえんだよ。そりゃそんな大金を持ち歩くはずないですから。だったら銀行に行って下ろしてくるなりしろよ。それにあれは俺がもらったわけではないですし、くれたのもヒロシさんではなくてヒロシさんのお兄さんですよね。ヒロシさんに返す必要はないでしょ。兄貴だろうと俺だろうと同じことだろうが。違うと思います。俺に逆らうのかよ。それを言うなら東丸に逆らうのかってなりますよ。お兄さんだって父が東丸の組長だと分かった途端に土下座したじゃないですか。あれがおかしな話なんだ。どうして俺の兄貴が土下座しないとならないんだよ。それは俺にも分かりませんよ。俺は素人、一般学生なんですから。ヤクザの関係がどうなっているのかなんて俺には全く分かりません。俺よりもヒロシさんの方が分かってるんじゃないですか。ヒロシさんもヤクザなんでしょ。分からねえから聞いてるんだろうがよ。だとしたら土下座したお兄さんに聞いてみればいいじゃないですか。俺に聞かないでくださいよ。わからねえってんならそれでもいいさ。だから200万を返せ。それについては俺に言われてもどうしようもないですよ。どうしても返してほしいなら東丸組の事務所に行ってくださいよ。俺にはどうしようもないですから。お前の父ちゃんが持って行ったんだ。お前が払えばいいことだろうがよ。父とヒロシさんのお兄さんの問題なのに、なんで俺が関与するんですか。それこそわかりませんよ。関与だろうが関東だろうがどうでもいいんだよ。金を返せ。関与です。金を返してどうするんですか。多分そんなことをしたらヒロシさんのお兄さんが怒ると思いますけど。なんで俺の兄貴が怒るんだよ。だってあの状況で素直にお金を払ったということは、そうする必要があったわけだし、払って穏便にことを済まそうということだと思います。それなのにそこでヒロシさんが俺からお金を奪ったら、せっかく穏便に済んだことが蒸し返されることになりますよ。そうなったらお兄さんが困ることになるんじゃないですか。うるせえ。
ごちゃごちゃ嫌がって。また殴られてんのかよ。殴られたくはないですよ。もう嫌ですから。やめてください。未だに前歯だって治ってないんですから。だったら素直に返せ。今はお金がないんですから、ちょっと待ってください。俺はスマホの画面をタップした。何をする気だ？俺にはどうすることもできませんから、父に持ってきてもらいますよ。そうすれば話が終わるじゃないですか。いや、お前の親父は呼ぶな。なんでですか？持ってきてもらえばそれで終わりますよ。俺はお前に言ってるんだよ。息子は俺の番号をタップし、そのまま通話をつなげたままにした。電話に出た俺は、電話の向こうから聞こえてくる声をじっと聞いていた。するとその声が、この間のチンピラだと分かった。しかも何やら、よからぬことを言っているらしい。俺はすぐに GPS を使い、息子の居場所を特定すると、幹部連中を連れて車に乗り込み、息子のいるところまで車を走らせた。俺に言われても、どうすることもできませんって。病院代を親に出してもらっただけで、それ以上はもらってないですし、多分200万については組の資金になったんじゃないですか。だから請求は父にしてください。お前の親父に請求する気はねえんだよ。どうしてです？怖いからですか？ひろしさんも森田組なんでしょ？森田組のヤクザなら怖いことなんてないんでしょ？だったら父に直接言ってください。本当によく口の回るやつだな。そんなことはないです。一般的なことを言ってるだけですから。なので俺はこれで行きます。そうはいかねえんだよ。まったく話にならねえやつだな。話にならないのは、ひろしさんですよ。俺は持ってないって言ってるのに。だったら、その半分でもいいや。そこにコンビニがあるからよ。そこで下ろしてこいよ。俺は学生ですよ。半分といえば、100万じゃないですか。そんな大金が口座にあると思ってるんですか？ひろしさんだってないでしょ？大学生ならバイトしてるだろうがよ。ひろしさんは社会人なんだからそのくらいあるかもしれませんよね。でも学生の俺にはそんな金はないんですよ。50万すらないですから。なんで学生のくせにそんなにねえんだよ。学生だからないんですよ。バイト代なんてそんなに多額じゃありませんからね。どうやら息子はのらりくらりと話を伸ばし、俺が到着するのを待っているようだ。俺は流行る気持ちを抑えながらも、息子と相手の話を聞いていた。だが、その内容は払え、払わないということ以外にはないようだ。そうしてやっと現場に到着すると、俺は急いで車から飛び降りた。おい、てめえ。またも俺の息子に難癖つけてやがるのかよ。え？なんで東丸が来るんだよ。てめえ、今度という今度は許さねえからな。俺は幹部にやれと命じた。すると幹部は、ヒロシに拳を打ち込み、瞬く間に叩き潰してしまった。ボコボコにされたヒロシは、か細い声で許してくれと繰り返していた。よう、ガキ。二度とするなって言ったのに、バカなことをしやがるぜ。許してください。ごめんなさい。さすがに許すことはできねえんだよ。おい、こいつを森田組へ連れて行け。俺がそう言うと、幹部が車のトランクを開け、中に放り込んだ。達也、大丈夫か？うん、父さん。でも、怖かったよ。また殴られるんじゃないかって。腰が抜けた。おいおい、大丈夫かよ。俺は今から森田組に行ってくるからよ。お前はタクシーで帰れ。はい、わかりました。俺は息子に金を渡すと、乗ってきた乗用車に乗り込んだ。森田組に着くと、トランクからヒロシを出し、引きずるようにして森田組の事務所へ入っていった。中では男たちが雀卓を囲んでいたり、トランプをしていたりと、のんびりムードだったが、ドアが開き、ヒロシが放り込まれると、あっという間に全員が立ち上がった。なんだこれは。ボコボコのヒロシを見て、ヒロシの兄貴が
驚きの声を上げた。東丸さん、これは一体。こいつがまた俺の息子にちょっかい出してたのさ。この間の200万を返せってよ。え、そんなこと。おい、ヒロシ、本当なのかよ。だって、納得がいかなかったから。何が納得がいかないんだよ、バカ野郎が。お前がやったことを金で解決させてもらったってのに、また蒸し返しやがって。まったくなあ。こいつもヤクザなんだろうが、これがどういうことなのか、全く分かってねえのは驚きだぜ。すいません。おい、田無さんよ。さすがに今回は許すことはできねえぞ。前回は貸した金で解決もしたがよ。こりゃ、森田組と東丸組の話になっちまったぜ。そうなると、そう簡単なことじゃねえのは分かるだろ。もちろんです。ですが、これは組同士というよりは、ヒロシ個人の話だと思います。前回は俺が納め役になりましたが、今回は本人にけじめをつけさせてください。なるほどな。本人にかよ。そんなことができるのか？できなくても、やらせるしかないでしょう。バカなことをしたのは、ヒロシ本人ですから。これで組としてやったんじゃ、こいつのためになりません。まあ、その通りだな。ですから、組としては、ヒロシを差し出します。好きにしてください。兄貴、そんなバカなことがあるかよ。こんな奴に差し出されたら、俺はどうなるんだよ。知るかよ。お前がやったことなんだ。自分で何とかしろ。そんな。ってことだからよ、ヒロシさんよ。どうしてくれんだよ。どうしてと言われても。俺の息子にちょっかい出したんだ。簡単にはいかねえぞ。しかも息子は仇だ。ヤクザが仇に手出ししたらどうなるのか、下っ端のあんたでもわかるだろ。はい。はひっかよ。面白い返事をしやがる。じゃ、どうしたらいいのか言ってみな。もう、二度と、本当に二度とやらない、という方で、いかがでしょうか。そんな簡単な段階は、とっくに過ぎてるんだ。そんなもんじゃ済まねえことくらいは、わかってるだろ。はい。だから、どうしたらいいんだ。しょうがねえな。考えもつかねえのかよ。だったら教えてやるよ。金でケリをつけるか、それともてめえの命でケリをつけるか。命と言いますと。あんたの命に保険をかけるんだ。あんたはいつどうなるかわからねえっていう恐怖と戦い続けながら生きるんだよ。だがある日突然車が突っ込んでくるかもしれねえ。あるいは突然不審火が起こるかもしれねえ。そうやって丸焦げになるかもってことさ。さあ、どうする？命をかけるか、それとも金にするか、俺はどっちでも構わねえよ。じゃあ、金でお願いします。200万くらいでいいでしょうか。どこまでも甘いやつだな。200万ってのは前回の金額だろうよ。今回はそんなに安くねえのは分かりきってるだろうよ。いくらで？2000万だ。2000？ 兄貴、金を貸してくれよ。頼むよ。何言ってやがる。そんなのは自分で何とかするしかねえだろうがよ。そんな、あるわけないのに。だったら、借り手でも払うんだよ。借り手？金田さんを呼んでやるから、2000万を借りて、しっかり払うんだ。わかったよ。兄が、青龍組の金田に電話をかけると、間もなくドアがノックされた。入ってきたのは、白髪の腰の低そうな男と部下が二人だった。この度はお呼びいただきまして、ありがとうございます。金田さん、申し訳ないが、俺の弟に2000万を貸してやってくれ。はい、かしこまりました。送金先はどちらでしょうか？送金先は、東丸さんだ。はい、では、すぐにそのように処理いたしますので、その間にこちらにサインをお願いしますよ。そう言うと、金田は2枚の書類を出し、ヒロシの前に置いた。
そちらは借用書と生命保険の加入申し込み書になります。生命保険？おやおや、随分と驚いていらっしゃいますが、どうかされましたか？生命保険って、俺は命を狙われるのか？ああ、そうではありませんよ。借用書のここにも書かれておりますが、しのぎは当方でご用意したものをしていただきます。簡単なしのぎではございません。どのしのぎも命がけです。ですから生命保険に入っていただいて、万が一の時には保険で払ってもらうのです。そうか。それで俺はどんなしのぎに生かされるんだ？はい、サバイバルゲームになります。なんだ、サバゲーかよ。椅子に座ってるだけで何も危険なことはないじゃないか。残念ながらリアルサバゲーですので命を狙われます。しかも周りは敵ばかり。スリルたっぷりのゲームです。それを安全なところで見ているのが富豪の皆様ということになります。そうなのかよ。それで俺が万が一相手をやっちまったら？ああ、ご安心ください。そこは法の届かない無法地帯、どこの国も所有していない大きな無人島になっております。金田はそう言うとにっこりと微笑んだ。ヒロシは無法地帯と聞き、だったら何をしてもいいのかと喜んで出て行った。だが何をしてもいいということは何をされても文句を言えないということだ。命の保証などまるでされない世界で生き続けないとならないのだ。果たして2000万プラス金利分を稼ぎ切ることができるのか。それが非常に難しいことだと知っている兄はがっくりと肩を落としていた。若頭さんよ、そんなに弟を助けたいなら2000万を払えばよかったんじゃねえのか。あんたならそのくらいの金はあっただろうよ。確かにその通りです。2000万くらいなら出せない額じゃありません。でもそんなことをしても結局あいつはまた同じことをします。前回俺が助けたことで奴は何も理解しなかったんですから、今回もきっと理解しないでしょう。それじゃあ奴のためになりませんから。奴も男です。自分がしでかしたことは自分でけじめをつけるべきです。確かにそうだがな。ただ親のことを思うと辛いです。弟はバカなことばかりしてきました。そんな弟のことで親は自分たちを責めてました。育て方が悪かったからこうなってしまったって。親になんて言っていいのか、それが辛いですね。そうか。俺はそんな話を聞き、親としては確かに辛いだろうと思うしかなかった。俺は生きて帰ってくると同時に、どうせならまともな人間になって戻ってきてほしいと思うのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は小林勇。高級レストランでシェフとして働いている32歳。接客業をしている人にはわかると思うが、お客様の中には時々とんでもない迷惑客がいる。しかし今回遭遇した迷惑客は普段のそれとは比較にならないほどひどいものだったのだ。うちの店は夜景の見える店内で、シェフが目の前で焼く肉や魚料理が食べられる鉄板焼き屋。お客様は皆その特別感を味わいに店に来る。その日はクリスマスイブ。店内は幸せそうなカップルや家族でいっぱい。そこに来店したのが、めっちゃ雰囲気いいじゃん。だろ？ネットでも話題になっててさ、お前のために速攻予約入れたんだよ。人目もはばからずに大声でそう喋るこの二人。会話の内容からして二人は30代前半の夫婦だろう。この時点で彼らがヤバい客だと
店員たちはなんとなく察していたが、それだけで追い返す理由にはならない。予約を入れた谷口だ。さっさと席に案内しろ。はい、谷口様ですね。承知いたしました。こちらの席へどうぞ。スタッフはそのやかましい二人を俺の目の前の席へと案内した。しかしこの時はまだ知らなかった。彼らを店に通してしまったがゆえに、後にあんなことになるだなんて。うわ、めっちゃうまい、この肉。お前も早く食ってみろよ。ほんとだ、おいしい、やばい。ねえ、この肉に合うシャンパンを持ってきてくれる？おい、こっちにも酒、早く持ってこいよ。かしこまりました。少々お待ちください。少々ってどのくらいだよ。マッハで今すぐ持ってこい。それから約2時間、彼らはまるで宴会かのように大声で喋り続け、やりたい放題。そんな彼らの下品な声に周りのお客様は眉間にシワを寄せていた。見かねた俺は彼らに注意することに。お客様、他のお客様もいらっしゃいますので、もう少し声のトーンを下げていただけますでしょうか。はあ、なんでそんなこと言われなくちゃいけないわけ。ねえ、私たちの声で誰か困ってる人いる？いないよね。ほら、別に誰も困ってないじゃん。ですが。ぐちぐちうるせえな。お前は黙って肉だけ焼いていればいいんだよ。はあ。だが彼らは言うことを聞かず反論。こうやってシェフやスタッフに横暴な態度を取るお客さんも少なくはない。だが彼らがやばい迷惑客だったのはここからだったのだ。おい、会計。うちのようなレストランはファミレスなどとは違い、席で会計するのが普通だ。そのため彼らも席に座ったままスタッフにそう声をかけた。ありがとうございます。お客様の会計はこちらになります。そう言ってスタッフが彼らに差し出したのは50万円の請求書。普通はここまでの金額になることは滅多にないが、彼らは一番高いコース料理を頼んだ上に高級シャンパンやワインをバンバン開けていたため、この値段まで跳ね上がったのだ。すると思っていたよりも高かったのだろう。その値段に彼らは目を見合わせ、俺の予想をはるかに超えたとんでもない主張をし始めた。なあ、この店で食べた肉、なんか変じゃなかったか？わかる。色もおかしかったし、もしかして腐ってたんじゃない？はい？絶対そうだ。そうに違いない。私、なんか具合悪くなってきたかも。吐き気がする。お腹も痛くなってきた。おい、大丈夫かよ？顔色悪いぞ。真っ青だ。気持ち悪い。大丈夫ですか、お客様？大丈夫なわけねえだろうがよ。どうしてくれるんだよ。お前らのせいで妻が体調を崩した。まさかこんな状態で請求するとは言わないよな。そう、彼らはあれだけ美味しそうに食べていたにもかかわらず、50万の請求をされた途端に料理に問題があったとイチャモンをつけ始めたのだ。しかし。救急車、救急車を呼びましょう。ああ、なんで救急車なんか。食中毒は早く対応しないととんでもないことになるんです。お客様がご来店されて食事が終わるまで約2時間、今症状が現れたということはきっとブドウ球菌。とにかく早く救急車を。俺がそう叫ぶと二人は顔色を変えた。救急車は呼ばなくていい。そこまでひどくないだろなあ。救急車を呼ぶほどじゃ。そんな二人の反応に俺はこう声をかけた。お客様、失礼とは存じますが、
本当に体調が悪くなったのでしょうか。なんだと？俺たちが嘘をついてるって言いたいのか？いえ、そういうわけではありません。ただ、本当に食中毒で体調が悪いなら、救急車を呼ぶなとは言わないと思うのですが。だからそれは、そこまで重症じゃないから言ってるだけで。そんなことより、この店が提供した料理で妻の具合が悪くなったんだ。50万の請求はただにしら。しかしそう言われましても、こちらとしても証拠がないとどうにもなりません。証拠？はい。奥様がうちの店で提供した料理で食中毒になってしまった証拠です。それに万が一、本当に食中毒だった場合、他のお客様にも影響が出てまいります。そのためにも、一度救急車で病院へ行ってもらい、診断書をもらっていただきたいのです。こんな言い方してしまい、大変申し訳ございませんが、診断書がないと、現時点ではこちらはどうすることもできません。俺のその言葉が相当頭に来たのだろう。男はテーブルから身を乗り出し、思いきり俺の頭を掴んだ。そしてそのまま、熱々の鉄板に顔を押し付けたのだ。何が証拠だ？客は神様だろ！そんな神様が体調を崩したって言ってるんだよ！それが全てだろうが！小林シェフ、お客様何を？俺に駆け寄るスタッフ。他のお客様たちも突然の出来事に悲鳴を上げた。そんな中、彼はさらにとんでもないことを言い出した。俺が誰だか知ってるのか？俺はヤクザだ。林道組の組員だぞ。林道組？ああ、そうだよ。お前も聞いたことあるだろ？林道組は、傘下にいくつもの組を従える大きなヤクザグループ。彼は、そんな林道組の組員だというのだ。林道組の組員である俺が、ただにしろって言うんだから、ただにしろ。なんか文句でもあるのか？ああ、かわいそう。顔が真っ赤。ここまでやることなかったんじゃないの？このくらいやらないと、こいつらはわからねえんだよ。救急車呼んであげようか？それともママがいい？私たちにかまけてないで、さっさとママと病院に行った方がいいんじゃない？やけどの痛みに耐える俺に、彼らはそう言って笑った。小林シェフ、警察を呼びましょう。お客様とはいえ、さすがにやりすぎです。でも、呼びたければ好きにすればいい。だけど俺はヤクザだぞ。警察を呼んだところで相手にするわけがないだろう。そんな。最初から私たちの言うことを聞いていればこんなことにならなかったのに。でもいい勉強になったんじゃない？お客様には逆らわない方がいいってね。やはり体調が悪いというのは嘘だったようだ。女はスクッと立ち上がり、荷物をまとめた。じゃあ帰るか。そうだね。ごちそうさま。また来るから。二人がそう言って店を後にしようとしたその時だった。50代前半ぐらいの女性が店に入ってきたのだ。母さん、なんで？そう、その女性は俺の母。母は俺の顔を見てこう言い出したのだ。あんたの様子が気になって店まで来たの。そしたら外まで大声が聞こえて、中に入ってみたらこれ。どうしたのその顔は？何があったの？これは…なんだよ、本当にママが出てきたぞ。いい年した息子の様子を見に来たってマザコン、キモ。もしかして息子の顔をこんなにしたのはあなたたち？そうだけど、言っておくけど
こいつが悪いんだぞ。客である俺たちがこの店に提供されたものを食って体調を崩したって言ってるのにもかかわらず、それは嘘だと言い放った。嘘だなんて。俺はただ証拠がないとどうにもできないとそう伝えただけで。同じでしょ？疑ってるんだよね、私たちが本当に体調を崩したのかどうか。体調を崩した？そうよ、あんたの息子が作った料理を食べて食中毒になったの。おかしいわね。ああ、食中毒の割には元気そうだけど。な、何を言って。彼らが食事をし始めてどのくらい経ってるの？だいたい2時間ほどだと。そんなに早く症状が現れるっていうことはきっとブドウ球菌ね。ブドウ球菌食中毒にかかったら、汚染された食事を摂取して約30分から8時間後に症状が現れるの。それも立っていられないほどの吐き気と嘔吐、差し込むような腹痛や下痢。あなたたちみたいに元気よく怒鳴り散らす力なんてあるわけないんだけど、本当にこの店の料理を食べて体調崩したの？そう言って彼らを睨みつける母。なんだよ偉そうに、医者でもないくせにベラベラと。するとそんな二人に母は自慢げにこう言った。なんで私が医者じゃないと思ったの？悪いけど私は正真正銘の内科医だから、あんたたちが嘘をついていることはお見通しなのよ。なんだと？そう、実は母は現役の内科医だから、俺も子供の頃から症状にはそれなりに詳しく、彼らの主張は嘘だと最初から分かっていた。だからなんだって言うんだよ。お前もこの俺に逆らうつもりか？俺はヤクザだ。それも林道組のな。林道組？そうだ、俺は林道組の組員だ。組長も俺を慕ってくれてるんだ。お前らのことを組長に話したら一体どうなることか。だから俺たちに逆らうなんてことは。じゃあ名前を教えてくれる？名前を知ってどうするんだよ。何の関係が？私あなたのこと見たことないのよ。だから確認させてもらおうと思って。確認？さっきから何を言って。あなたが本当に林道組の組員か確認させてもらうの。林道組の組長である私の夫にね。母は医者であるのと同時に林道組組長の妻。そう、俺は組長の息子だったのだ。そんなバカな。林道組組長の息子がこんなところで働いているわけが。それには深いわけがあるのよ。わけ？そう、本当だったら次の組長は一人息子である彼だったんだけど、息子には東京でシェフになるっていう夢があったの。だから組長にさせたい夫の精神を振り切り家を飛び出した。私はそんな息子を心配して時々こうやって様子を見に来てるってわけ。まあ店に来るのはこれが初めてだったけど、初めての来店でこんなところに出くわすとは思いもしなかったわよ。母の言う通り、俺は一人息子。本来であれば俺は父の後を継いで林道組の組長になるため、父のそばで仕事を覚えるはずだった。しかし、俺には昔からシェフになるという夢があった。それ、本気で言ってるのか？ああ、本気だよ。誰がヤクザの組長になんてなるか。俺はシェフになる。俺の料理で、人を笑顔にさせたいんだよ。そんなのうちで料理を作ればいいだろう。組員たちに振る舞えばそれで。それに子供の頃から引っ込み思案だったお前に接客業なんて絶対に無理だ。料理人になるのだって簡単じゃないんだぞ。
だからお前は俺のそばで仕事を覚える方がいいに決まってる。本当に何も分かってないんだな。親父は好き好んでこの世界に入ったんだろ。だけど俺は違う。俺は好きでこの家に生まれたわけじゃないんだよ。最初からヤクザになる運命なんてクソくらいだ。の。イサム、お父さんにそんな言い方。だって本当のことだろ。子供の可能性を最初から潰す親がどこにいるんだよ。俺は何が何でもヤクザにはならない。絶対にシェフになって親父を見返してやる。それまで親父とは一切連絡も取らないからな。ああそうかよ、好きにしろ。後で泣いて戻ってきても一歩も家に入れないからな。誰が泣いて帰ってくるか、バカ親父。俺が成功してるのを見て後悔しろ。ちょっとイーサム待ちなさい、イーサム。そうして俺は高校を卒業後に実家を飛び出し、シェフになるために働きながら調理師免許を取った。そして今念願のシェフとしてこの店で働いているというわけだった。まさかそんな、嘘に決まってる。俺をビビらせるためにそう言ってるんだろ。騙されないぞ俺は。そう思うなら一緒に来れば。え？実は今日事務所に向かう途中でこの店に寄ったの。ちょうどいいから一緒に行きましょう。いやでも。そんな遠慮しないで、今日は夫の運転手も一緒なのよ。入って。そう言って母が声をかけると、店に入ってきたのは180センチを軽く超えるほどの大男。彼も林道組の組員、いわゆる夫の秘書ってところかしら。まあそんなこと言わなくても林道組の組員なら知ってると思うけど。その大男の登場に顔面蒼白になる二人。じゃあ悪いけど彼らのことお願いできる？かしこまりました。ちょっと待ってくれ。俺は別に事務所に行くとは一言も。話してよ、やめて。どうして？何をそんなに怯えてるの？夫の元に連れて行くだけよ。いつものことでしょ。本当に林道組の組員ならね。俺は組長に話すことは何もない。だからこの手を離せ。あなたたちが夫に話がなくても、私と夫があなたたちに話があるの。だから何を言おうが、問答無用で連れて行く。そんな。ちょっと見てないで、誰か助けなさいよ。誰か警察を呼んで。警察を呼んでも意味がないって、そう言ってたじゃないですか。それとこれとは事情が違う。いいから早く警察を。だがしかし、彼女の言葉通りに警察に通報する人は誰もおらず、冷ややかな目で二人を見つめていた。それじゃ、あとはお母さんたちに任せて。あなたは早く病院に行った方がいいわ。外から見たらそこまで重症には見えないけど、内側はどうなってるかわからないから。ありがとう、母さん。それと、来店されてる皆様、大騒ぎしてしまい申し訳ございません。しかしさっきの話は聞かなかったことにしていただけると幸いです。息子がここで懸命に働いていることと私たちのことは関係ありません。どうか息子をこれからもよろしくお願いします。そう言って母は店内にいるお客様とスタッフに深々と頭を下げた。その言葉に店内には拍手が鳴り響いていた。そして母は彼らをがっちりと捕まえている運転手と共に店を後にした。それから俺はスタッフの指示で店を早退、近くにある大学病院へと向かった。幸いそこまでひどい火傷ではなかったらしく、薬を処方され帰宅した。一方母に連れられ事務所に向かったあの二人はというと。なんだこいつらは、一体誰だ。日本家屋の事務所で
父と対面。こわもてのヤクザたちに囲まれ怯えきっていた。やっぱりこの男のこと知らないのね。どういうことだ。この人たち、イサムの店で腐ったものを食わされたと大暴れした挙句、自分は林道組の組員だって脅してたの。イサムはこの男に顔を鉄板に押し付けられて火傷を負ってた。なんだと？それで今イサムは大丈夫なのか？大丈夫。そこまでの火傷じゃないと思うから。ただ姉のために病院に行かせたわ。そうか。それで彼が言う通り本当に林道組の組員かどうかあなたに確認してほしくてここまで連れてきたんだけど、あなたの反応を見てわかったわ。やっぱり林道組の組員だっていうのは嘘なのね。それは変だと思ったのよ。ヤクザが自分の組の名前をあんなに堂々と明かすんだから。普通はね、組の名前どころか自分がヤクザかどうかすらむやみやたらに言いふらさないの。なぜヤクザでも何でもないあなたが林道組の組員を名乗ったのかは知らないけど、ヤクザのふりをするならそれなりに勉強してからじゃないと、本物を知っている人が見たらすぐにバレるわよ。ええ、それで本当にこいつらはイサムの料理を食って食中毒にかかったのか？いや、その可能性はほとんどないと思うわ。もし本当に食中毒になっていれば、じっと座ってるのもやっと、こんなに普通にしてはいられないはずだから。じゃあそれも嘘だったってことか。お前ら一体どういうつもりだ？何がですか？今の話を聞いてなかったのか？それとも耳垢が詰まって聞こえてないのか？いや、そんなこと。じゃあさっさと答えろ。なぜそんなくだらない嘘をついて息子に火傷を負わせた？答え次第では容赦しねえぞ。身を乗り出し、そう怒鳴りつける父。そんな父に二人は蛇に睨まれたカエル状態。しかし、いつまでも黙っていられないと悟ったのか、少しずつなぜこんなことをしたのか訳を話し出した。最初はこんなことするつもりなんて全くありませんでした。ただ妻と一緒にあの店でクリスマスを楽しもうと。だけど請求された金額を見て、そのつい。それで店から提供されたものを食べて食中毒になったと嘘をついて請求をタダにさせようとしたのか？そうです。ヤクザを名乗ったのはそういった方が言うことを聞いてくれるとそう思ったからで、これまでヤクザを名乗ったことは一度もありません。すべて今回が初めてです。本当に申し訳ございませんでした。まさかシェフのご両親がこんな林道組の方々とは知らず、息子さんにあんな火傷を負わせてしまい、食事代と治療費はすべてお支払いいたします。ですから今回だけはお許しを。そう言って二人は父と母に土下座した。そうか、理由は分かった。本当に組の名前を名乗ったのは今回が初めてだったんだな。はい、今まで一度も林道組の名前を使ったことはありません。本当に今回が初めてのことです。息子さんに対してなんて謝罪をしたら。本当に本当に申し訳ございませんでした。お店からの請求と治療費も払ってくれるのよね。そこまで謝ってくれてるんだし、だったら今回は。必死に謝罪する二人に母がそう言いかけたその時だった。ちょっと待ってください、組長、姉さん。え？そう声をかけてきたのは母と店にやってきた無口な運転手。どうしたんだ？何かあるのか？はい、彼らを許すかどうかは俺の話を聞いてから判断してください。どういうことだ？この二人は組長と姉さんに嘘をついています。嘘？嘘なんて言ってません。
彼の言葉に耳を傾けないでください。うるさい、話を遮るな。続けろ。はい。彼らは今まで一度もヤクザを名乗ったことがない、林道組の名前を使ったこともない、そう言っていましたが、それは真っ赤な嘘です。この二人は最近うちの組員たちが血眼で探してた組の名前を使って恐喝をしていた不届き者たちです。なんだと？実はこの時組の中ではこんな話で持ちきりだった。組の名前を使って一般人に恐喝をしている人物がいると。それは警察からも注意勧告が出ており、組の名前は悪い意味で広い範囲で広まっていた。それをどうにか止めようと組員たちはその不届き者を血眼になって探していたのだ。でもどうしてこいつらがその不届き者だと分かったんだ？最初坊ちゃんの店に行った時は分かりませんでしたが、事務所に戻ってきて思い出したんです。組員の一人がそいつの右側の頬には大きめのほくろがあるらしいと話していたのを。実はその組員の親戚のおばあさんが近所の公園で休んでいたところ、突然話しかけてきたこの夫婦に恐喝されたらしく、その特徴的なほくろを覚えていたみたいなんです。ほら、彼の右側の頬をよく見てください。その言葉にその場にいた全員が男の頬を注視した。確かに右側の頬に特徴的なほくろがあるな。ほくろなんて誰にだってあるでしょ。こんなほくろだけで私たちがその不届き者だっていうの？それに俺らは桜公園になんて行ってないですよ。桜公園は家からも遠いし、めったに行くことはありませんなあ。ちょっとなんだよ、なんでそんな真っ青な顔をして。おい、なんで組員の親戚が恐喝にあった場所が桜公園だって分かったんだ？え？だってさっき組員の親戚が桜公園で恐喝にって。こいつが言ったのは組員の親戚のおばあさんが近所の公園で休んでたって言ったんだ。桜公園だなんて一言も言ってないな。それで実際その組員の親戚のおばあさんが被害に遭ったのはどこなんだ？彼の言っていた通り桜公園です。警察から注意喚起が出ていたのもそこの周辺だと聞いています。きっとその公園が恐喝するのにちょうどいいスポットだったんでしょう。桜公園の周辺はお金持ちのお年寄りが多いですから、それを知って犯行に及んだのだと思います。彼が言っていた桜公園というのは高級住宅地の中にある小さな公園。そのためそこまで有名な公園というわけではなかったが、近所に住んでいる方たちの間ではたくさんの桜が満開になる穴場スポットだったらしい。そんな桜公園の周辺には名が知られている大企業の元社長や元パイロット、たくさんの資産家とその家族が住んでいた。それに目をつけ、彼らはその桜公園周辺で一般人に恐喝していたようだ。一体どういうつもりだ？俺たちに分かるように説明しろ。それは言っておくが、もう後はないからな。お前らは今日だけで何度も俺たちに嘘をついてきたんだ。もしここでまた嘘をついたらどうなるか分かってるだろうな。痛い目に遭いたくなければ真実を話せ。いいか、もう一度聞く。うちの組の名前を使って恐喝だなんて一体どういうつもりだ？なんでこんなことをしていた？彼らの周りにはこわもての巨体ヤクザたちが大勢目を光らせていた。そんな状況でこれ以上嘘はつけない、そう思ったのだろう。今にも消えそうな声で真実を語り出した。実は俺たちには多額の借金があって、仕事を掛け持ちしても借金は減らず、
足りない分を補う形で、また借金の繰り返し、増えていく借金にどうすればいいのかと頭を抱えていた時に、あの桜公園のことを知ったんです。桜公園の付近には悠々自適に暮らすお金持ちのお年寄りが多く住んでいると。それを聞いてこれだと思い、すぐに妻と一緒に桜公園の付近に向かいました。女が声をかけた方が警戒心が薄れるんじゃないかと、そう思って。なんで俺たちの組の名前を名乗ったんだ？ただ恐喝するだけじゃわざわざ組の名前を出す必要はないだろう。最初はただ金を出せと恐喝するだけで金を奪うことができましたが、しばらく経つとただ脅すだけじゃ言うことを聞かない人が出てきて、それで。ヤクザであるうちの組の名前を使ったというわけか。はい。なるほど、繋がったぞ。林道組の名前を使うと面白いようにみんなが従った。その味を占めて今日息子の店であんなことをしたんだろう。違うか？その通りです。なんとも呆れた理由だ。自分たちの借金のために一般人から恐喝するなんて、さてどうするか。このままお前を警察に恐喝の犯人だと突き出してもいいが、お前は一時的にこの林道組の組員を名乗ってたんだ。ヤクザならヤクザらしく責任を取ってもらおうか。ヤクザらしい責任って一体何を？さあ、それは俺が知ったことじゃない。お前を探していたのは俺じゃなく組員たちだからな。お前への責任の取り方はこいつらに決めさせる。おい、聞いてただろ。あとはお前らが好きにしろ。ただし、こいつは息子の店への支払いが残ってるんだ。その金を支払えるくらいの余力は残しておけ。そう父が伝えると、周りで父の指示を今か今かと待っていた組員たちがじわじわとその夫婦ににじみ寄った。ちょっと待ってくださいよ。話が違うじゃないですか。痛い目に遭いたくなければ真実を話せって言うから、俺は嘘偽りなく話したのに。誰が全て話せば痛い目に遭わないって言った？嘘をつこうが真実を話そうが、これがお前らの運命だ。そんな。そうして彼らは父と組員たちによって責任を取らされることになった。そして後日、うちの店に2通の現金書き留めが届いた。その中身はそれぞれ50万ずつ。差出人は例の夫婦からだった。きっと父に言われて迷惑料を上乗せして送ってきたのだろう。そんな彼らはあれから一切姿を見せなかった。今どこで何をしているのかは知らないが、彼らが二度と同じ過ちを起こさないことだけは確かだろう。それから数週間後、日常に戻った俺のところにある人物がやってきた。それは俺がシェフになるのを大反対していた父だった。早く席に案内しろ。いつまで客を立たせておくんだ。今まで一度も俺の店に来たことがなかった父に戸惑いながらも、自分の目の前の席に父を座らせた。大変だったな。え？母さんから聞いたぞ。やけど大丈夫だったか？うん、大丈夫だったよ。そっちこそ大丈夫だったの？俺を誰だと思ってるんだ。久々に再会したフシの会話はとてつもなくぎこちないものだった。なんで突然うちの店に来る気になったわけ？反対してただろ。
俺がシェフになるの。俺の話を聞いて、父は少し黙り込んだ後、静かに口を開いた。お前が頑張ってるって聞いたんだよ。母さんから？ああ、やけどを負わされてもシェフとして立派にやってたって。それを聞いて一度お前の仕事っぷりを見たくなったんだ。そう話す父に、俺は自分が焼いたステーキを差し出した。じゃあ食べてよ。このステーキに俺の今までの経験が全て詰まってる。すると父は何も言わずに俺が焼いたステーキを食べた。はあ、俺は勘違いをしていたようだ。引っ込み思案のお前は俺のそばで生きていった方がいいと、そう思ってた。だけどこの肉を食ってわかった。お前はここに来るべき人間だったんだ。お前を認め、応援する。親父。だけど、たまにはうちにも帰ってこい。母さんが心配する。それと、うまかったよ。今まで父は、俺のことをただただ気に入らないだけなんだと、そう思っていた。しかし、それは、親の心こしらず。不器用ながら、俺のことを心配してくれていた父に、俺は、心から感謝した。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。